はい、参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。はい、NHK から国民を守る党参議院議員の浜田聡です。令和2年4月21日、本日の活動を振り返ってみようと思います。本日はですね、午前中に参議院の法制局とお話をしました。で、法制局っていうのはですね、法律を作る時のですね、国会議員にとってそういうサポートをしてくれるところなんですが、今回相談した法律というのが、先日、ね、新型コロナウイルス感染症で、緊急事態宣言というのが出ました。これはですね、新型インフルエンザ等特別措置法かな。これによってですね、緊急事態宣言が出て、各都道府県の、なんつうのかな、知事が、休業要請というのを、できるようになるわけなんですが、その際にですね、金が出るわけじゃないんですよね。で、その時に、休業要請しておきながら、お金出さないのってどうなんっていう意見が、結構あったので、じゃあそれをね、法律にすればいいじゃん。この場合だと、新型インフルエンザと対策特別措置法かな。これをさらにね、3月中旬に改正されたんですけど、これをさらに改正すればいいじゃんと。保証、お金出せるようにね、法律改正すればいいじゃんということで、と思って参議院法制局に、相談したわけなんですが、結論から言うとですね、ちょっといろいろと、ね、難しいというか、いろいろと議論すべき点が、あるということで、ちょっと方向性というよりもですね、なんつうのかな、骨子すらまだできていない、決めるべきことが、多すぎるというのかな、ちょっと、そんなところで、まだまだ全然決めれていないので、ちょっとまだ進み出すというか、取り組み始めたばかりというところになります。何言ってるのかちょっとわからないと思うので、ちょっと画面の方を切り替えます。法制局の方との、やり取りというか、法制局からいただいたですね、疑問点なりをですね、ちょっとブログ記事に載せましたので、またこれ動画説明欄に、リンクを貼っておきますので、もしよかったら見てください。自分のブログに、今回法制局からいただいた意見を、掲載させてもらいました。この株の大暴落云々っていうのは、これブログの広告です。これは気にしないでください。タイトルが、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言で感染拡大防止のために休業協力した事業者に協力金を支給する法案を検討しています。しかし、それね、苦戦しているという、タイトルであります。ちょっとね、長いタイトルですけど。で、法制局、ちょっとね、前置きぐだぐだ、書いておるんですけど、法制局からいただいた疑問としてはですね、こんな、こっからになります。はい。非常にね、量が多いということなんですね。はい。ちょっとね、このあたりを、こういったことをですね、ちょっと、これについて法制局と今日ね、お話をしてたんですけど、まだ、ちょっといろいろと検討させてくださいみたいなことになっております。なんつうのかな、結局、ややこしい原因っていうのが、ですね、休業した際のですね、した際の協力金というのが、現在だと東京都が結構ね、手厚く出しているというのもあるんですけど、これ休業要請とはまた別にですね、給付金じゃないや、給付金かな、支給されるいろんなね、援助策というか、援助というのが、あるわけなんですね。例えば、持続化給付金であったり、雇用調整助成金であったり、その他もろもろいろんな援助策が、あるわけなので、そういう意味で、この新型特
インフルエンザ等対策特別措置法の、まあ、緊急事態宣言で、まあ、協力金を法制化することに関してちょっといろいろとね、クリアしないといけない点がちょっとまだまだ多いというわけなので、まあそういうことで、なんつうのかな、まあ方向性がちょっとまだ見えていないところです。まあそんなわけでですね、まあ現状はそんなところです。で、まあこの法制局からですね、いただいた意見について、まあ、渡辺よしみ先生に、まあ、相談したところですね、こんなアドバイスいただきました。細かいところにはまり込むと、官僚ペースのインパクトに欠ける対策になってしまいますということなので、まあ、なんつうの、まあ、やっぱり、ちょっとか、今はですね、今すぐに解決策っていうか、方向性が出るわけじゃないんですけど、まあそのうちね、何かアイデアが湧いてくるかどうかは分かんないですけど、まあひとまずですね、いろんな方の意見を聞いたりですね、まあそうですね、意見をもう言ってもらうっていうのがいいのかなと思います。まあそういう意味ではね、皆さんのコメントっていうのは結構貴重なところかもしれません。はい。まあとにかくね、シンプル、やっぱね、シンプルであった方がいいとは思います。っていうところかな。まあなんつうのかな、例えばこれに、まあ、協力金に関してはもうね、国が10兆円出すと、でそれをもう都道府県別に、都道府県人口別に、人口割合別にもう各都道府県に割り振ると、でそれを使えと、そういうね、まあ、シンプルにっていうのは例えばこんな感じを想定しています。はい。ね、まあ、東京都だと1000万人ぐらいいるから、まあ、人口を考えると、ね、日本の人口1億人だと、まあ、10%ぐらい、と考えたら、まあそのね、10兆円の10%、1兆円を東京が使うとか、まあ、例えばね、そんな感じ、まあ、です。はい。まあそんなところで、今回の、まあ、この法律案に関してはちょっと苦戦しているというところをですね、まあ、皆様にも知ってもらえればと思います。はい。というわけでちょっと画面の方をもう一度戻します。まあ、9時40分ということで、まあ、今日はね、ちょっと遅め、でありますが、まあ、議員会館1人残って動画を撮っております。で、まあ、ちょっとまた別にですね、参議院法制局にはですね、法律相談をしています。というか、まあ、正確にはですね、まだしてないんですけど、ちょっと窓口、ね、参議院法制局にこういう法律作りたいんですけどって言ったら、まあ、法制局にもいろんな、ね、部署があるので、まあ、担当をね、この法律、こういった法律であればですね、まあ、総務省が関連する法律であればこの部署とかね、農林水産省が関連する法律であればこの部署みたいに、まあ、部署がね、いろいろとあるわけで、その部署の割り振りする人に伝えただけなんですが、まあ、ちょっと検討している法律があって、まあ、それは何かというと、ちょっとまたもう一度画面を切り替えます。これはアメリカで作られた法律なんですね。何かというと、2019香港人権民主主義法っていうのが、まあ、あってですね、これアメリカでできた法律なんですね。まあ、結構ね、アメリカ、中国に口出しするような法律を結構作っているわけなんです。はい。まあ、これをですね、日本でも、まあ、香港のね、民主化を応援するためにですね、まあ、独裁国家である、まあ、中国が、ね、香港にいろいろとね、口出ししている中で、アメリカが去年こんな法律を成立させたわけで、まあ、日本でもね、これをやればいいんじゃないかということで、ちょっとね、本日、法制局に今というか、
相談して、ちょっとまだ法制局と本格的に話はできてないんですけど、一応相談、したっていうことは法制局の方に伝わっております。はい。で、まあ、アメリカ結構ですね、いろいろと中国にを牽制する法律を作ってですね、香港だけじゃないんですよね、チベットもですね、チベット支援法案であったり、あとウイグルもなんですね、ウイグル人権法案っていうのも可決されているわけなんですね。まあ、いずれも下院の記事かな。はい、まあ、ニューズウィークであったり、日経新聞であったりかな。はい、まあ、そんなところでですね、まあ、こういう法案もちょっとね、日本で、できるかどうかっていうのはわからないんですが、まあ、ちょっとね、こういう法案もちょっと考えているということをお伝えさせてもらいました。まあ、またね、意見もらえればと思います。はい。というわけで、恒例の、議員事務室に、届いた書類を紹介させてもらいます。まずですね、来週から審議の始まる補正予算についてなんですが、まあ、その補正予算の説明資料が来ております。はい、こんな感じで来ております。はい。で、まあ、あとはですね、なんだろう、日本時事評論という冊子じゃないや、新聞というか、まあ、そういうのが来ています。あと、国立大学協会からリーフレットなるものが来ております。あとはですね、日本税理士会連合会から、まあ、これも情報、まあ、新聞のようなものが来ております。あとは EP レポート、エネルギー政策研究所から来ています。あとは清廉ニュース、仙台の企業マインド云々かな、まあ、日本公、まあいいや、清廉ニュース、日本公認会計士政治連盟というところが、まあ、出してる、ものが、まあ、来ておるということですね。はい。まあ、以上かな。まあ、最近ちょっとね、議員会館に来る資料が、まあ、少ないですけど、まあ、これもね、新型コロナの影響少しはあるのかもしれませんが、まあ、ちょっと分かりませんけど、まあ、そんなところです。ちょっとですね、まあ、本日の活動報告をさせてもらいました。まあね、なんつうのな、まあ、法制局にお願いして、いろいろとね、法律を作るという作業なんですけど、まあ、いろいろとね、まあ、こんな感じで大変なところも、まあ、ありますが、まあ、とはいえね、それがある意味ね、国会の仕事、立法っていうのは、まあ、国会のね、非常に大事な唯一の立法機関であるってね、憲法41条にも書いてあるぐらいですので、まあ、やっぱりね、大事な仕事でありますし、まあ、それをね、できるっていうのは嬉しく思います。はい。というわけで、そろそろ終わります。最後までご視聴ありがとうございました。はい。参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。ありがとうございました。